武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年千葉大学の文系数学の勉強方法について話していきたいと思います。千葉大学の文系数学、試験時間は90分間で、配点は学部によって150点から300点と変わってきます。大問構成は全部で4題出題されていました。で、どの問題も、標準レベル、典型的な、解法を使う問題になります。なので、すごく変わった問題だとか、ひねってある、いわゆる悪問と言われるような問題は2017年の問題を見る限り出題されていませんでした。なので数学に関してはしっかり対策していったことがそのまま点数につながるいい問題というふうに言えるかと思います。なので具体的な対策方法としては、まず基礎問題成功数学 1A2B の方でしっかり基礎的な数学の問題を完璧に解けるように対策をしていってください。その後、千葉大学のレベルの演習として国公立標準問題集キャンパス数 1A2B という参考書で練習をしていくのがいいかと思います。千葉大学の数学は問題文にどうやって解いていったらいいかっていうヒントが散りばめられていることが多いです。問題文をしっかり読み、その問題文の情報を使って今まで培った基礎の中のどの解き方を選択していけばいいのかってことを考えながら解いていくことが重要になります。問題文から回答の最初の1行目を書き出せるよう練習をしていってください。その練習にキャンパスがもってこいなので、キャンパスと過去問を使って対策をしていきましょう。今回は以上です。